ガチャマンボサボテンカーニバルガチャマンボとはセガが開発したメキシコ風のマスメダルプッシャーである。全六ステーションガチャマンボの続編各サテライトのガラスドアの上にある左右2箇所のメダル投入口にメダルを入れてゴーのチャッカーにメダルが入ると画面上のスロットが回転する。スロット回転中にゴーチャッカーに入った時には抽選保留として10回分までストックされる。 保留前点灯時、さらに号のチャッカーにメダルが入ると当選確定への昇格抽選が行われ、これに当選すると保留のうち一つが点滅。このストックの回は必ず何かの役が当たる。ドルが二つ揃うとメダルが十枚払い出される。ドルが三つ揃えばカプセルが払い出される。カプセルはステーション横のハンドルを回す。真ん中にが来るとステップが一つ進む。 ガムッツまるとソングボーナスとしてボーナスゲームが始まる。111と555をコンガウィンと呼び、25コンガ獲得の権利を得る。テイクまたはダブルアップチャレンジを選択できる。ダブルアップチャレンジではランダムに点灯した3つのゲートのうちの1つにメダルが入れば成功、1ランク上のコンガを獲得できる。続けてダブルアップに挑戦できるが、 失敗するととコンガは払い出されない。コンガウィンからのダブルアップは最高で6回、ジャックポットとして1600枚獲得。この場合、25コンガから順番に800コンガまですべてが払い出され、足りない25枚は最初に脇のメダルベンダーから払い出される。333と777をルーレットコンガウィンと呼ぶ。上のコンガが回り出し、25、50、 100、200、400、800のいずれかに止まり、獲得の権利を得る。ここでもテイクまたはダブルアップチャレンジを選択できる。ダブルアップはコンガウィンと同じ。ルーレットコンガウィンは最高で7回、スーパージャックポットとして3200枚獲得。この場合、上記1600枚獲得が2回繰り返され、スロット画面上にスタッフロールが流れる。 スロット画面の枠の色が変わると、チャンスゾーンに突入し、保留点滅時は、コンガウィン、ルーレットコンガウィンの当たる確率が高くなる。チャンスゾーンは最長5ゲーム。ルーレットコンガウィンなど自分がコンガを使用する場面で、他のプレイヤーが先にコンガを使っていたら、待ち時間ゲームが始まる。ゴーチャッカーにメダルを通すと始まり、ゲームは3種類。サボテン君が画面右に移動する。 宝箱からアイテムが出たら払い出し。宝石、プログレッシブ払い出しをお酒、30枚、バナナ、10枚サボテンくんがコンガを叩き、スポットが照らされると払い出される。7、プログレッシブ、払い出しバー、30枚、チェリー、10枚モンタージュフンスロット。キャラクターが出たら払い出す。レディ、プログレッシブ払い出し赤サボテン、三十枚、緑サボテン、十枚百十一。 ドルドルドル333ドルドル555ドルドルドル777最初へステップが6つになった時に発生する。ランダムに変わるゲットが1から3個選ばれ、点灯しているゲットに入ればカプセルや規定のメダルを払い出す。失敗しても10枚払い出す。ゲットチャッカーが全部点灯した状態で開始。8回すべて違うゲットチャッカーを狙う。8つ。 全部消灯できた場合はパーフェクトでメダル500枚を払い出す。すでに消灯しているにメダルが入るとアウトでボーナスゲームは終了し、入ったゲット数に応じてメダルを払い出す。有効ゲット1回入るごとにメダル2枚を払い出す。ランダムに変わるゲットチャッカーが7つ点灯し、30回連続成功パーフェクトでメダル500枚を払い出す。消灯しているゲットに メダルが入るとアウトでボーナスゲーム終了。入ったゲット数に応じてメダルを払い出す。最初で失敗した場合は払い出しは0。有効ゲット1回入るごとにメダル2枚を払い出す。ランダムに変わるゲットチャッカーが4つ点灯し7回連続成功パーフェクトでメダル500枚を払い出す。消灯しているゲットにメダルが入るとアウトでボーナスゲーム終了。 入った、ゲット数に応じて、メダルを払い出す。最初で失敗した場合は、メダル10枚払い出し、有効ゲット1回入るごとに、メダル2枚を払い出す。左右交互に変わるゲットチャッカーが4つ点灯し、30回連続成功パーフェクトで、メダル500枚を払い出す。消灯しているゲットに、メダルが入ると、アウトで、ボーナスゲーム終了。入った、ゲット数に応じて、 メダルを払い出す。最初で失敗した場合は、払い出しは0。有効ゲット1回入るごとに、メダル2枚を払い出す。ランダムに点灯する、ゲットチャッカーの数は順に7 4二。3回連続成功でメダル777枚を払い出す。1回成功で7枚、2回成功で77枚、3回成功で777枚、消灯しているゲットに、 メダルが入るとアウトでボーナスゲーム終了。入ったゲット数に応じてメダルを払い出す。最初で失敗した場合は払い出しは例。もらえるメダルが足し算で加算される。1回成功するごとに払い出し枚数が25枚ずつ加算され8回連続成功でメダル200枚を払い出す。転倒するゲットチャッカーの数は徐々に減少ししているゲットに メダルが入るとアウトでボーナスゲーム終了。入ったゲット数に応じてメダルを払い出す。最初で失敗した場合は払い出しは0。もらえるメダルが掛け算で加算される。5枚からスタートし1回成功するごとに払い出し枚数が2倍になる。8回連続成功でメダル1280枚を払い出す。転倒する。 ゲットチャッカーの数は徐々に減少し、消灯しているゲットにメダルが入るとアウトでボーナスゲーム終了。入ったゲット数に応じてメダルを払い出す。最初で失敗した場合はメダル5枚払い出し、ゲットチャッカーが全部点灯した状態でスタートし、なるべく早くゲットチャッカーを全部消灯させることができれば成功。 3秒以内にゲットを全部消灯させることができれば500枚を獲得する。3秒から10秒以内にゲットを全部消灯させることができればかかった時間に応じてメダルを払い出す。10秒以内にゲットを全部消灯させることができなければ失敗でメダルを10枚払い出す。ゲットチャッカーが全部点灯した状態でスタートし、なるべく早く、 ゲットチャッカーを全部消灯させることができれば成功。1秒以内にゲットを全部消灯させることができれば1600枚を獲得する。1秒から10秒以内にゲットを全部消灯させることができればかかった時間に応じてメダルを払い出す。10秒以内にゲットを全部消灯させることができなければ失敗でメダルを10枚払い出す。カプセルをフィールドから落とすと挑戦できる。 獲得コンガと有効ゲートがスロット画面の上のコンガランプとゲットランプに表示される。さらにカプセルを落とすとカプセル条件アップのアナウンスとともに獲得コンガと有効ゲートがアップする場合がある。有効チャッカー数は1から8カ所。最高獲得枚数は1600枚で、この場合すべてのコンガランプが点滅している。成功すれば25コンガから順番に800コンガまで。 全てが払い出され、足りない25枚は、最初に、脇のメダルベンダーから払い出される。ステーション右の C ボタンを押すと、カプセルチャレンジに突入する。有効ゲートに、メダルが入ると成功で、その獲得コンガのメダルを払い出す。失敗すると、払い出しはない。ゲーム中に、BGM が、テキラに変わり、スロット画面に、テキラチャンス予告中のテロップが表示される。 この時、スロットやゲームは通常通り稼働している。テキーラチャンス予告中に最も多くメダルを入れたプレイヤーが優先的に800コンガが止まりやすくなっているようである。予告途中で終了する場合があり、ガセテキーラなどと呼ばれている。この場合、予告途中にテロップが消え、ガッチャーマンボ、サボテンカーニバルのアナウンスが入る。テキーラチャンスに突入し、 上のコンガが回り出す。800コンガを獲得したステーションを軸に、コンガの並び通りの枚数の払い出し権利を獲得する。その後、スロット画面で有効ゲート数を決定する抽選が行われる。1、2、3、4、5、8のいずれかで決定し、その抽選は他のステーションと連動している。有効ゲート数決定後、決定された数のゲートがランダムに点灯し、 投入したメダルが点灯しているゲートに入れば、今画からメダルを払い出す。失敗すると、払い出しはない。なお、有効ゲート数の決定は、チャンス予告中に5チャッカーを通過したメダル数が多い、ステーションが優先的に8ゲートを獲得しやすくなっているようで、ある。ゲーム中に、BGM がマンボナンバー5に変わりスロット画面に、マンボチャンスと表示される。 一通りの説明が表示された後、スタートの合図から45秒間有効ゲートが左右対称に2から8個点灯し、それは平均4秒ごとに変化する。ゲットが点灯している有効ゲートに入ると10ポイント、点灯していないチャッカーに入ると1ポイント獲得となる。獲得ポイントが多い人から大きなコンガのメダルを払い出す。ありがとうございます。